年企画、チャンネル動画決戦総選挙、2021結果発表。この動画は先日皆様に投票していただいた参加型企画の結果発表だ。投票者総数はなんと1107人、ご協力ありがとうございました。ちなみに投票数は5315票だ。今回はしっかりエクセルも使って集計したから抜かりはないよ。なんと投票のためにわざわざ全ての動画を見返してくれた人もいるようだぞ。ご視聴ありがとうございました。さて、発表の前に YouTube とニコニコの再生数ランキング上位3位までを紹介しよう。何をやぶから棒に？ほら、競馬のあれが流行ってるし、先にその情報があった方が盛り上がるかなって。おう？というわけでまずは YouTube から、一番人気はこの動画。ゆっくりで語る珍作戦、第1回、ブラックバック作戦、だ。ダントツの再生数だね。2番人気はゆっくりで語る珍兵器、第16回、スーパーシャーマンと愉快な派生型。魔改造が光る珍兵器です。3番人気はゆっくりで語る珍兵器、夏の特殊戦皇帝スペシャル、その3、日本。他の特殊戦皇帝スペシャルを大きく引き離した再生数です。続いてはニコニコだ。1番人気はゆっくりで語る珍兵器、第1回、ベスパ 150TAP。すべてはここから始まりました。2番人気はゆっくりで語る珍兵器、第8回、ズムボルト級ミサイル駆逐艦、だ。数少ない現用兵器の解説です。3番人気はゆっくりで語る珍兵器、第5回、ドルニエ、TO335。この再生数に基づいた人気順と、人気投票によって決定したランキングとの間にどのような関係が見られるか見ものです。ではランキングの発表へと移ろう。まずは30位から21位までだ。なんと YouTube で3番人気の特殊戦皇帝スペシャル日本編がここで登場。他にも有力な動画たちがこの順位です。とはいえ動画の総数を考えれば十分上位に食い込んでいるぞ。質と数の総合力でならよそにも簡単には負けねえ。続いては20位から11位まで。ニコニコで2番人気のズムボルトもここで登場だ。ニコニコのリマインドの皮肉さが響いたのかな？ YouTube コミュニティの投稿みたいなシステム欲しいよな。あと使いやすいアナリティクスも欲しい。いよいよ10位以降の発表だ。皆さんの推し動画はまだ残っているかな？もう登場しちゃった人も最後まで楽しんでいってね。では発表しよう。第10位はこちらの動画。ゆっくりで語る珍兵器、第14回、エクラのプラン、だ。ネタかぶりにもかかわらずこの順位、やはり兵器のネームバリューは強いのか？まだ9個も残ってるからサクサクいくぞ。第9位はこちら。みんなで学ぼう、身近なパンチャンドラムだ。まさかのエイプリルフールネタがここで登場だ。やはり兵器のネームバリューは強いのか、気になる第8位はこの動画。ゆっくりで語る多宝刀戦車の攻防だ。これは戦車の歴史動画もリメイクして投稿すべきなのでは？その前に軍用機の歴史作らないとだな。あと竹槍リメイクね。話を戻して第7位はこちら。ゆっくりで語る珍兵器、第20回、ホームガード、ウェポン特集、だ。そういえばホームガードの自家製装甲車の特集やってなくない？し、言うんじゃない。思ったより沼が深いんだ。おう。そして第6位は、ゆっくりで語る珍兵器、第12回、ファイアフラッシュ、だ。異様のミサイルが意外にも健闘を見せた。正直言ってこんなに上位に食い込んでくると思ってなかったからびっくりしたぞ。今見返すと結構適当なこと言ってたりもするもんね。まあほら、それは成長したってことだから。気を取り直して第5位はニコニコの一番人気。ゆっくりで語る珍兵器、第1回、ベスパ 150TAP だ。記念すべき第1回がここで登場。思えば随分長くやってきたもんだ。まさかこんなに長くやり続けることになるなんて思わなかったよね。もはやライフワークかなんかよ。でもって第4位は YouTube の2番人気。ゆっくりで語る珍兵器、第16回、スーパーシャーマンと愉快な派生型、だ。やはり魔改造は人気の秘訣なのか。魔改造好きが転じて悪落ちに目覚めろってストローちゃんが言ってたぞ。王政壁を歪めに行くのやめや。そして第3位はニコニコの3番人気。ゆっくりで語る珍兵器、第5回、ドルニエ、TO335、だ。ロマン枠から幻の傑作機がトップ3に割り込んだ。3番人気で第3位の第5回、繋がると335のあたりに何か運命的なものを感じるな。なおギリギリ阪神は関係ない模様。あのミームもいつまでもつかな？これがわからない。さてさて惜しくもトップを逃した第2位は、ゆっくりで語る珍兵器、第6回、BV141、だ。
強い、やはり強いフォークと設計強い。本人の天才っぷりに設計の異質さが数と聞いて、これは、フォークと面。実際現在の飛行機の設計に割と影響を与えてたりするのでマジモンの天才なのよね、フォークと博士。いつか特集したいな。だから積原稿を増やすな。いよいよ1位の発表だ。並みいる動画たちを抑えて優勝をつかみ取ったのはこの動画。YouTube の一番人気、ゆっくりで語る珍作戦、第1回、ブラックバック作戦、だ。まあ YouTube での再生数がダントツだもんね、この動画。もともとは動画の10万再生を記念して作った動画が、70万回以上再生されるなんて思いもしなかったぞ。次に目指すのは100万再生かチャンネル登録者数10万人かね。せっかくだからニコニコの方でも何か目標を立てたいところだな。そうだね、いつか私たちの動画でゆっくりたちを超えたいな。うむ、そうだな。そしてちょうどこんなファンアートももらったし紹介しちゃうぞ。ナイスタイミング、書いてくれた B6 ちゃんありがとね。また優勝を記念してゆっくりで語る珍作戦第3回を鋭意制作中だ。もともと記念企画で作った動画が記念企画で1位を取って、その記念にシリーズ最新作作るの記念がゲシュタルト崩壊するな。それはそう。というわけで発表はここまで。この後は31位以降をご覧に入れながらお別れといこう。皆様ご視聴、ご投票ありがとうございました。これからも私たちの動画をよろしくね。恒例のファンアート紹介コーナー。今回はたっぷり届いているぞ。まずは先ほど使わせてもらった B6 ちゃんからのファンアートだ。煮詰めた英国麺を英国麺で割って英国麺に注いだ後に上澄みをして、最後に生成した英国麺を高濃度の英国麺でコーティングした英国麺みたいな英国麺ことブラックバック作戦の回だね。まああの回の解説は私じゃなかったけどな。細けいことはいいんだよ。お次は冷やしおうどんちゃんからのファンアートだ。普段学校だとこんな感じだよね、サギリン。まあ頭のこれも白衣も目立っちゃうからな。でもってセンチュさんからのファンアートだ。なんか人類の未来をかけた戦いが始まりそう。劇場版ゆっくりで語る珍兵器かな。そして時つかささんからのファンアートだ。タービンライトをくらえ、うおっまぶし。地味に空中嫌いも投下されてるあたりに味があるな。さらにエイホワイトさんからだ。ゆっくりロードしていってね。最後にイキさんからだ。レトロな雰囲気がとてもよろしい。というわけで皆様ありがとうございました。これからも気軽に作って教えてくれると嬉しいな。どうぞよろしくお願いします。